はい、皆様こんばんは。仏教神学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。はい、皆様からたくさんの高評価、いいねコメントをいただきましてありがとうございます。皆様からの応援が将来のカルト宗教被害撲滅につながると思います。今後とも応援よろしくお願いいたします。はい、コミュニティ欄におきまして、アンケートを行っておりますので、こちらもご協力よろしくお願いいたします。はい、今回の動画の検証はですね、日蓮本仏に戯作の真実第10段でございます。第10段の検証は、大曼荼羅本尊の前に日蓮木像を祀る権威は日蓮本仏にではないと こういう検証でございますね。曼荼羅本尊の前に日蓮像を祀る権威っていうのは、日蓮宗とか法華宗等々の各宗派、つまり日蓮を宗祖とする各宗派でもこんなの広く行われていることなんですよ。はい、だから別にこれ日蓮宗祖だけで行ってるわけじゃないんで、別に日蓮本仏にの権威じゃないんですよ。はい。そういう検証でございます。でね、この曼荼羅本尊の前に日蓮像、まあ、この日蓮像の呼び方って、まあ、各宗派いろいろな呼び方あるんですよ。祖師像とかですね、御影像とかまあ、そういう呼び方しますよね。日蓮宗宗では御影像っていうふうに呼んでます。で、この曼荼羅本尊の前に日蓮像を祀る権威っていうのは、その日蓮本仏尼の、まあ、要するに体積自体は一体三宝だって言うんですけどね。もう一体三宝でも何でもないんですよ。で、体積自独自の権威でもないと。はい。身延山久遠寺、池上本門寺をはじめ、日蓮宗寺院から、日蓮を宗祖とする宗派の各寺院でもう広く行われている権威でございます。で、そのですね、その曼荼羅本尊の前に、日蓮像を祀る権威っていうのは、まず、日蓮宗祖の寺院からいきますけど、讃岐本門寺の本堂ですね。はい、こういうふうにですね、ここのところですね。はい。これ、板曼荼羅本尊の前に日蓮像が祀られております。はい。まあ、こんな感じですね。大聖寺の御影堂もこんな感じになっているわけです。で、もうほとんどですね、御影像で、もう後ろの曼荼羅本尊が見えないんですよ。見えないんだけど、その 日蓮像の後ろに曼荼羅本尊があるんですよね。大聖寺の場合も板曼荼羅本尊でございます。はい。まあ、こんな感じで、なっているということです。それからですね、松寺にはこういうケースもありまして、板曼荼羅の前に、このこういう小さいですね、その、御影像を祀っているお寺もあるということなんですよ。これは、その福島県の妙法寺ってお寺なんですけれども、まあ他にもですね、横浜の久遠寺の客殿なんかもこんな感じで、板本尊の前に、こうちっちゃい日蓮御影像が祀られております。はい。まあ、この権威が、すなわち、日蓮宗などなどでですね、もう広く行われてるってことなんですよ。はい。で、それをね、ちょっとお見せしたいと思うんですよ。はい。まずは、身延山久遠寺の祖師堂。この祖師堂っていうのは、要するに日蓮の木像が祀られている堂ですね。はい。で、これがその 写真でございまして、日蓮像が祀られて、その後ろに、この曼荼羅が祀られているのがお分かりいただけると思います。これは、護公会式って言いまして、この日蓮が着てる服を、衣をですね、取り替える儀式の時の写真でございます。はい。はい、続きましてはですね、これ、比叡山の浄光院という寺院なんですけれども、浄光院っていうのは、まあ、比叡山の境内の中にあるんですけど、日蓮宗のお寺なんです。で、浄光院っていうのは、すなわち、日蓮が、立宗宣言する前に、その比叡山で修行していたときに、そこで修行していたところということで、今、日蓮宗の寺院になっておりまして、その浄光院の本堂が、こういうふうにですね、板本尊の前に、こうやって、日蓮の木像が祀られていると、こういうことでございます。はい。はい。さらにですね、東京の池上本門寺ですね。
はい。石見本門寺も、日蓮堂が大堂に祀られておりまして、この大堂の 日蓮堂が、まあ、こんな感じでございます。はい。で、この日蓮堂の後ろにですね、この板曼荼羅が祀られているのがお分かりいただけるかと思います。はい。で、この板曼荼羅っていうのが、いわゆるその、輪滅露寺の本尊の板に彫刻した板本尊であるということでございます。はい。はい。そういうわけでですね、この曼荼羅本尊の前に日蓮堂を祀る権威が、その日蓮正宗ではその忍法一家と 日蓮本仏義だって言ってるんですけど、もしそうだったらですよ、日蓮宗寺院以外の宗派の寺院では行われていないはずなんですよ。でも、実際そうじゃないですよね。つまり、もう、身延山金剛寺でも、池上本門でも、その、乗れた日蓮宗寺院でも広く行われてるんですよ。はい。だから、これは、その、日蓮本仏義の権威ではないんですよね。はい。それから、宗祖の像を祀って崇める権威っていうのは、これ、日蓮を宗祖とする宗派に限ったことではないんですよ。例えば、浄土宗では法然像を御影堂に祀っておりますね。それから、浄土真宗ではですね、親鸞像を御影堂とか、まあ、これ、御影堂って呼んでるところもあるんですけど、に祀ってると。真言宗でも、弘法大師空海の像を本堂に祀ってる寺院が多数あるんですよ。はい。だから、その宗祖の木像を本堂とか御影堂に祀ってるからといってですね、別にそれは法然本仏とかですね、親鸞本仏とか、弘法大師本仏というわけではないわけですよね。はい。でですね、池上本門寺の大堂には輪滅露寺の本尊の板本尊の前に日蓮宗像が祀られていると。はい、先ほど写真でお見せしました。身延山久遠寺祖師堂も大曼荼羅本尊の前に日蓮祖師堂が祀られていると。はい。しかし、身延山久遠寺も池上本門寺も日蓮本仏義のお寺ではないということなんですよね。はい。だから、もうこれで、もう明らかに決着がつくと思います。はい。だから、この日蓮宗宗で言っている、この板本尊の前に、こうやって日蓮像を祀る権威っていうのは一体三宝だとかなんとかっていうふうに日蓮宗宗では言ってるんですけども、全くそれは違います。嘘っぱちです、それ。全然日蓮本仏義と関係ないんですよ。後からそういうことをこじつけてるんですよね。はい。というところでですね、もうこれで明らかだと思います。はい。いうことで、ここで 動画の検証は締めたいと思います。はい。ご覧になられました皆様はどのように思われましたでしょうか。またご意見を寄せいただけたら幸いでございます。はい。それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。